はい、こんにちは、豊島明です。1月29日の、対京都戦ですね。ゲーム2、素晴らしい勝利で終わりました。今試合終了直後なんですけども、今回の動画ではベンチのこの後ろ、一段後ろですね、ここでちょっと怪我で離脱してしまった今回は森川正明選手ね、ビーコロのエースですよ、がちょっと怪我で離脱してまして、今日はベンチの後ろのここで応援してたんですけども、まあこの森川正明の、この試合の戦い方、怪我で離脱中のっていうものを追いましたので、ぜひご覧ください。熱いです、どうぞ。行こうぜ行こうぜ。足の状態どうですか？ぼちぼちです。ぼちぼち早く復帰したいですけど、ね、まあ回せらず、まあ、しっかり直して、まあ、大事な終盤じゃなくて逆に良かったっていう、まあまあそうですね、今やっといても良かったみたいな感じです、うん、はい、ポジティブに捉えると、まあそうですね、まあだから、まあ、強くなるチャンスね、これは、うん、なのでまあ急いで復帰したら逆に足でまといになっちゃうんで、いやでも、使い直して、ね、やっぱそんぐらいチーム状態いいなって、あ、まあそうです、まあ、だから、まあ、昨日負けちゃいましたけど、うん、まあ、見てて全然、まあ、安心できるチームですし、もう僕はもうひたすらベンチ裏でわー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 騒いでおりますんで、大場選手が森川さん、こんな動くんだってベンチの中で、めっちゃ動きますね。森川選手、この場所で最高です。動きすぎちゃって面白いです。本当捻挫してるんですかって感じです。出たいんじゃないですか。まあ気持ち伝わってきますよね。一番近くで見れてね。相手は大事ですから。
勝ち試合に一言。いやもう本当にあの声枯らすぐらいもう本当声出してマジやると思います。あマジで声枯れちゃってる、はい、多分勝ったのは多分俺のおかげと言っても多分過言じゃないと思う。その姿バッチリ取っといたんで、やばいやばいそれは本当に。いや本当に勝ってよかったですよ。本当チームメイトやっぱり素晴らしいです本当に。たけさんの誕生日こう祝えて最高の勝利でした、はい、また次の勝ちましょう。あとは復帰に向けてブースターの皆さん一言。はい、今順調に回復してるんで、僕もすぐ戻れるように、頑張ります。また応援よろしくお願いします。コービーゴー。最後ちょっと噛み気味でしたけど。それはいい。ありがとうございました。ありがとうございました。